難読漢字、簡単そうで読めない漢字が全部で10問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は憂い、思い悩むことです。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解はおごる、おごり高ぶることです。第3問、この漢字何と読むでしょう？正解は測る、見積もることです。第4問、この漢字何と読む？正解は干す、干す、水分をなくすという意味です。第5問、この漢字何と読むでしょう？正解は吐く、吐き戻すことです。第6問、これ何と読むでしょう？正解は捕らえる、捕まえることです。第7問、この漢字何と読むでしょう？正解は、はじめ、物事を最初に始めた人のことです。第8問、これ何と読むでしょう？正解は、よす、仕掛けていた動作を中途でやめることです。第9問、この漢字何と読むでしょう？正解は、虚しい、空っぽだ、内容がないという意味です。第10問、最後の問題です。これ何と読む？正解は当たる、出会う、遭遇するという意味です。